こんにちは。だいぶ久しぶりなんですけど、飲みトークやりたいと思います。で、今日のビールはこれです。ステラ・アルトワっていうベルギービールですね。で、ピルスナーですごい飲みやすいです。で、これは、去年の年末ぐらいに、結構前にいただいたんですけど、気づいたら賞味期限がもういっぱいいっぱいで、急遽飲んでます。すごい美味しいです。で、今日はですね、最近よく質問されることがあって、自分の右手ですね、ピッキングの話とか、まあ、右、あの指引きの話とか、最近3、4人に質問されたので、今回は右手の話をしようかなと思います。で、まあ、右手ピッキングの話なんですけど、もう本当人それぞれ違いますよね、ピッキングの仕方。で、まあ、指の形も長さも違うし、あと骨のなんか作りも人それぞれ違うので、あんまり正解とかはないんですけど、まあ、自分はこういう風に弾いてるっていう紹介をしますね。まあ、参考になれば幸いです。はい。で、まずピッキング、ちょっとピックの紹介でもします。これですね、今自分が使ってるのは、ダンロップのおにぎり型の1.14、ウルテックス。で、まあなんでおにぎり型使ってるかっていう話も後でしますね。で、まずピッキングは、自分本当よく変なピッキングの仕方するねって言われるんですけど、自分でも気持ち悪いピッキングしてるなって思いますけど、まず、準アングルと逆アングルっていう2種類があって、この弦に対して、ピックの角度が、こっち向きの角度で弦にアタックする。これが準アングルって言います。でも、ギター弾く人の大半は準アングルなんですけど。で、逆に、こっち側ですね。この角度で弦に当てるのを、これを逆アングルって言います。で、まあ、準アングルは、なんですかね。割とちょっと硬めの音が出ますね。まあ、ピックとか弦の質にもよりますけど。固めの音が出て、割とこうやって早くパッセージ弾けるというか。で、逆アングルは、ちょっと丸い音がするというか、太い音が出ます。はい。でですね、自分はジャズギター始めた頃、まあ、初めの先生が、逆アングルで、まあ、それに憧れて自分も逆アングルに、なんていうんですか、強制的にしたというか、ほんとこういう感じで。見えないですね。こういう感じですかね。はい。ジャズギター始めた頃ずっと逆アングルで弾いてて、で、まあ、ジョージ・ベンソンも逆アングルですし、しかもあと、175のヴィンテージ使ってたので、フルアコの。なんかフルアコで、フラットワウンドの弦を張って、太めの。で、逆アングルで弾くっていう、もうほんと典型的なジャズって感じですね、ジャズギター。で、逆アングルでずっと弾いてたんですけど、まあ、ライブとかするようになって、で、バンドでドラムとかベースが入ったバンドでライブすると、その6弦と5弦を、こうやってミュートしたくなりますよね。まあ、ライブじゃなくてもミュートしたくなるんですけど、ここで、右手の、この辺で、6弦と5弦をこうやって触りたいんですけど、逆アングルだとこういうフォームになるので、
ハウリングしまくるっていう現象が起きて、で、途中から、準アングルに、こういう風に直そうって、自分で強制的に変えました。で、変えたって言っても、準アングルにしたいんですけど、やっぱ昔のこの癖が治らなくて、今は結局、なんかどっちつかずの、割と平行に引いてますね。平行？はい、弦に対して、ちょうど平行。まあ、自分はそんな感じです。で、なんかちょっと気抜くと逆アングルになってたり、たまに準アングルになってたり、割とバラバラなんですけど。はい。準アングルだと、ここで6弦5弦ミュートできるし、まあやっぱ、まあジョージ・ベンソンは置いておいて、多分逆アングルより準アングルの方が早く弾けると思います。はい。まあ、ピッキングの角度はそんな感じですかね。で、あと、これみんなどうですかね？こうやってピック持ったとき、ちょっとピックの持ち方の話でもしましょうか。ですね。自分はほんとこうやってつまむように持ちます。人差し指こうやって曲げて、こんな風には持ってなくて、ほんと伸ばした状態でこうやってつまみますね。はい、こうやって持ってます。で、ちょっとこれ気になるんですけど、ちょっとアンケート取りますね、じゃあ。みんなこうやって、親指こうやって倒したとき、ここの骨って出っ張りますかね？こうやって山みたいに。自分見てもらうとわかるんですけど、ほんと平らなんですよね。これってほんと人によってはここぼっこって飛び出る人もいるんですけど、自分はほんと平らです。で、この平らだからちょっといろいろ山みたいに飛び出てる人とは違うピッキングになっちゃうんですけど。はい。そう、この辺のマークから、アンケートお願いします。こう飛び出るか飛び出ないか。で、そうですね。これちょっと見てもらうと、わかりますか？これ。手首を動かさずに、この親指の付け根からこうやって上下に動いてますよね。こういう感じですかね。これって結構なんか自分特有らしくて、割とこうやってやる人はいるんですけど、自分はこういう感じですかね。親指の屈伸は違いますよね。屈伸はこうやって、多分屈伸運動ってこれなので、付け根からこうやって、プラス手首の動きもありつつっていう感じですかね。みたいなピッキングの仕方してます。で、あとは、まあ、ここ肘で固定して、あとこの小指をブリッジにちょんって触りますね。あ、薬指触るときもあります。で、この辺はギターには触ってなくて、ブリッジとか。なので、この肘の1点と小指の2点で一応支えてピッキング。はい。で、6弦とか弾くときは、小指触ってたり、薬指触ってるんですけど、これがどんどん1弦の方に行くと、この肘自体もちょっとずつこうやって、エレベーターみたいに下がってきて、で、小指は、ブリッジの上をこうやってスライドする感じですかね。
見えるかな。まあこういうこういう感じです。うん、あと何話そうかな。あとピッキングする場所なんですけど、まあフロントピックアップのちょい下ぐらいですかね。これ弾く場所によって音結構変わるんですよね。このブリッジに近いとこ弾くと硬い音出ますし、はい、まあ、こっちに動くにつれてあったかい音が出ます。はい、そんなとこかな。はい、じゃあ次はちょっと指弾きの話をしますね。まず、まあ、ピックで弾いてて、で指で弾きたいなと思った時、自分はピックをこの人差し指と中指の間に挟みます。でこういう状態ですね。ここはくっついてるんですけど、挟んだ状態でもこの2本は独立して動かせるので、チャ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 って、まあ、こうやって弾けるし、はい、っていう感じですね。で、ここに挟む移動方法なんですけど、ちょっと見えるかわかんないんですけど、こうやって持ってますよね。こうやって持ってるときに、中指に、こういう感じです。わかります?人差し指で持ってたのをパッ。こうすると、次、親指と中指でこうやって挟むので、で、こう。はい、ちょっと伝わるかわかんないですけど、こうやって弾いてて、こんな感じですね。これほんと一瞬でできるので、なんかの動画で、なんかピック出すの早いみたいな、どうやってピックでできたみたいなコメントいただいたんですけど、こういう感じですね。はい。ちょっと、見えてるかわかんないです。うん、でしかもこのピック、なんか透明のオレンジ色なので、こうやって挟んでると、見えないですよね、あんまり。なんか、消えたって見えますよね。消えたって見えるとかっこいいので。はい。まあ、そんな感じですかね。で、なるべくなんか根元の方に挟むと、先がこうやって動きやすいので、この辺挟んじゃうと、先が動かないので、なるべく根元に、はい。で、人によっては、結構いろいろいますよね、いろんな人。人差し指一本犠牲にして、なんかこうやって挟む人もいますし、あとこの、うまいこと、なんだ?関節と関節の間に挟んで、これって弾く人もいますし。うん。あと何がいるかな?中指とかの、ちょっと今、関節の長さとピックの大きさが合ってないんですけど、こういう人もいますよね。こうやって挟んだり。まあ、あと口に加えたりする人もいますけど、ジョーパスみたいに。はい。まあ、そんな感じで、この、指の間。で、そうですね。あと、指で弾くときは、まあ、親指で6弦、5弦とか、まあ、4弦も弾きますけど、弾いて、この3本の指で、割と和音を弾きます。で、3本の指は、これ、中指がちょっと長いので、中指だけこうやって丸めて、
で、先が揃うようにして3本軽く、なんていうんですか、くっつけると、こうやって安定して、まあ2弦から4弦を一緒に鳴らせるので、こうやって固定するといいですね。まあバラバラって弾くときはバラバラで。で、あとはピック持ちながら、ピックで、まあベースラインとか弾いて、あとこの2本で弾いたりします。これ結構難しいんですけどね。なんか練習が必要ですね。まあ親指と3本指が一番簡単かな。で、まあ単音とかソロ弾くときは、自分はこの人差し指と中指で、交互にオルタネイトしますね。これも本当人それぞれいっぱい方法があって、まあ、人差し指と親指の人もいますし、こんな感じ。あと中指と、親指の人もいますね。これ慣れてないときつい。フライドプライドの、横田さんがこういう感じですよね。中指と親指で。で、小沼洋介さんは人差し指と中指で。で、こうやって、なんかここがすごいカクってなるんですよね。そう、なんか自分、なんか爪の形も人それぞれなんですけど、右手の薬指だけ、なんかすごくこの R がきつくて、見えるかな？なんか人差し指は結構爪平らなんですけど、薬指だけすごい丸まってるので、なんか角度が、なんだろう、結構擦れちゃうんですよね、弦に。このシャリ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 って。人差し指とかだったらうまいこと引っかかるんですけど、薬指でやるとなんか丸まってるせいでシャリシャリシャリってなっちゃう。この辺ちょっとなんかどうにかしたいんですけど。指弾きの話とピックの話。そうだな。そんなとこですかね。指弾きすると、右手爪伸ばすじゃないですか。で、左手だけ短くて、右手だけ伸ばすみたいな。まあ今ちょっと長い方なんですけど、まあ大体これぐらいいつも伸びてますね、自分。で、なんか、これギタリストあるあるだと思うんですけど、右手だけ爪伸ばしてるの恥ずかしくないですか？自分結構この爪伸びてるのが恥ずかしくて、まあ、コンビニとかで、レジでお釣りもらうときとか、こうやって右手でもらうと爪が伸びてるので、なんかこの人不潔って思われてないかなと思って、左手でお釣りもらったりするんですけど、ちょっとこの爪長いの、なんだろう、ギター弾いてるからしょうがないんだっていうのを分かってほしいですね。爪本当は短くしたいんですけどね。やっぱ指弾きするときに詰めないと、まあなんか詰めあった方がいいので、まあそんなとこで一旦終わりたいと思います。ありがとうございます。